どんなに悪くても大体、まあ、5回まではいっているピッチャーですからね、はい、そうですね。これだけ早く降板をしたというのは今シーズンはありません。あ、自分自身にもなんか納得していないような、まあちょっとね、まあさすがに内容的にも納得はできないでしょう、で早く降りるにしてもね、ピッチャーが来てないんで降りられないんですよね。あ、なるほどね。島村さん、はい、昨日唐川投手に話を聞いたときに、第3戦投げた古谷投手から、はい、人の多さとか鳴り物がないのとかいつもと雰囲気が違うぞと、そういうの言われたそうなんですね、まあ、でもたくさんの人の中で投げられるのは幸せなことなんで。